ピトブはフリーかつオープンソースの分散型動画共有プラットフォームである。アクティバタイプ部とウェブトレントを利用して構築されており、P 2 P 技術を使用することによって動画を閲覧する際の各サーバーの負荷を軽減している。ピトブはチャーコバッツによって2015年に開発が開始され、現在はフランスの非営利団体であるフレマソフトが支援を行っている。 ピトブの目的は YouTube、微妙、デイリーモーションなどの集中型動画、共有プラットフォームの代替を提供することである。ピトブの各インスタンスは動画を閲覧及び視聴するためのウェブサイトを提供する。デフォルトでは外観、機能、ルールの点で他のインスタンスから独立している。共通のルールを持つインスタンス間では動画がそれを公開したインスタンスにのみ保存されて、 いたとしても動画を共有する連合を作成することができる。この連合は互いに独立している。動画は P2P で配信される。インスタンスに接続しているユーザーは他の接続しているユーザーが動画を視聴するときに中継地点となる。ピトブのマスコットのセピアピトブはチャーコバッツによって YouTube の代替であり Web トレントを利用して動画を共有するプラットフォームとして開発が 開始された。2017年、フレマソフトは、カントリビュートピアと呼ばれるキャンペーンのために彼に連絡を行った。このキャンペーンの目標は、集中型動画共有プラットフォームの代替を作成することであった。フレマソフトは、チャーコバッツとピトブを支援するために彼を雇った。2018年、フレマソフトは、キスキスバンクバンクでクラウドファンディングを開始し、 5万3100ユーロを調達した。これは当初の目標である2万ユーロの2倍以上である。最初のベータ版は2018年3月にリリースされ、安定版は10月にリリースされた。最初のベータ版のリリースからわずか3ヶ月後の2018年6月には113のインスタンスが誕生し、1万本以上の動画が投稿された。 2018年6月、動画の公開時に広告をつけることを拒否した結果、ブレンダーの公式 YouTube チャンネル上の動画が次々とブロックされた。これを受け、ブレンダーファンデーションはピトブインスタンスを開設し、ブロックされた動画のコピーの公開を開始した。メディアを再生するピトブの紹介動画ピトブは Web トレント技術を使う。各サーバーはトレントトラッカーをホストし、 動画を見ている個々のウェブブラウザもこれ共有する。これによりサーバとクライアントの間の負荷を P2P 技術を通した帯域幅と同様に共有することができる。システムは独立したエンティティにより実行されるインスタンスの連合を介して動作する。個々のピトブサーバは任意の数の動画を自身でホストすることができ他のサーバーと連合することによってユーザーが 同一のユーザーインターフェースでそれらのサーバーの動画を見ることができるようにすることができる。この連合によって巨大な Web に匹敵するインフラを構築しなくても一元的なプラットフォームで多数の動画をまとめてホストすることができる。各サーバーは各エンティティによって独立して管理されている。Pitb は W3C の新しいウェブ標準であるアクティバタイプ部プロトコルを使用してハブジラマストドン ディアスポラなどの他のサービスとの分散化と互換性を可能にしている。例えば、マストドンアカウントから動画にコメントすることが可能である。これにより、ガーファのロックインプラットフォームとは対照的にエコシステム全体を作成することができる。このエコシステムは検閲と DDOS に対して体制を持つことを目指しており、ガーファは単一障害点の例である。ピトブは DBMS のポストグレスコールに依存し、レディットとコディのような一般的な動画プラットフォームに統合されている。ありがとうございます。